ゆっくりとゲートの中に収まって、全場ゲート入り完了。スタートしました。まずは1番ストレイライトラン出ていって、4番ゴールドフレーム、5番シャンボールナイト、まずは最初の7号ジャンプ、前3頭広がってこのギエスで4番ゴールドフレーム、そして2番のプランセスカグヤラクバです。さあ2人目ジャンプしていきます。4番ゴールドフレーム並んで、5番シャンボールナイトは2番手、3番手は1番ストレイライトラン、4番手6番桜トップラント、さらには3番モルタルの展開です。カルマが馬群の中から上がっていって影響がなければいいんですが、先頭5番のシャンボールナイト、次の障害を今飛越していきます。2番手は4番ゴールドフレーム、3番手6番桜トップラン、今度は2番手に上がって、4番手に1番ストレイライトランになって、さらには3番モルタルです。さあ3、4コーナー中間で先頭5番シャンボールナイト、リードはもう7馬身8馬身取って3、4コーナー中間、その前にカラウマが走る格好、2番手には6番の桜トップランです。さあ3、4コーナー中間から4コーナーカーブ、3番手4番ゴールドフレーム、これからホームストレッチ、3つの連続障害です。先頭は5番シャンボールナイト、リードは5、6馬身取ってホームストレッチ、1つ目ジャンプしていきます。2番手は6番桜トップラン、3番手4番ゴールドフレーム、さあ直線コース2つ目、シャンボールナイト冷えず、リードは2馬身ほどに縮まって、2番手は6番桜トップラン、またカラウマが馬群に入っていって馬群が外にばらけていきます。次の障害ジャンプ、その後ろに4番ゴールドフレーム、今度は2番手に上がるか、さらには3番モルタルと1番ストレイライトランです。5頭がほぼ一段で、この馬群の中にカラウマがいる格好、先頭は5番シャンボールナイト、リードは2馬身ほど、2番手4番ゴールドフレーム、3番手6番桜トップラン、ゴール番前を通過、4番手3番モルタル、さらには1番ストレイライトランと一段の展開です。1コーナーを回っていって、先頭5番シャンボールナイト、リードは2馬身ほど、さあまたカラウマが馬群の中から上がっていきますので危険がないといいんですが、5号証が今冷えず、先頭5番シャンボールナイト2馬身ほどのリード、2番手6番桜トップラン、3番手4番ゴールドフレーム、その間にカラウマが入っていって、3番モルタル4番手、前から5投目1番ストレイライトランです。さあ2コーナーを回って再び向こう正面、先頭5番シャンボールナイト、ちくさくジャンプ、2番手4番ゴールドフレーム、さあ3番手以降馬群が固まっていって、3番のモルタルが外、内は1番ストレイライトラン、最内6番桜トップランで、さあまた5頭一段で次の障害冷えず、先頭5番シャンボールナイト、リードは体半分、2番手4番ゴールドフレーム、次の障害ジャンプ、3番手は外1番ストレイライトラン、そして内6番桜トップラン、最後方に3番モルタル、ムチが入って押し上げていきます。3、4コーナー中間、さあ5頭一段となってカラウマは後方に下がっていった。さあ残り 600m、 先頭5番シャンボールナイト、リードは体半分、並んでいく4番ゴールドフレーム、2番手まあ2頭ほとんど並んで4コーナーカーブ、3番手は1番ストレイライトラン、3番モルタル、残り400を切って最高峰6番桜トップランで、さあ4コーナーカーブ直線、障害はあと1つ、先頭5番シャンボールナイト今冷えず、並んでいく4番ゴールドフレーム、差が開いてしまった、3番手は1番ストレイライトラン、さらには3番モルタル、4番手から3番手を伺っている。さあ残り 150m、 突き放した5番シャンボールナイト、4馬身から5馬身リード、2番手4番ゴールドフレームが上がった、3番手は3番モルタル、2番手を伺うが、先頭5番シャンボールナイト合理、2着は4番ゴールドフレーム。